今日の、第一朗読はザカリア書、ゼカリア書、旧約聖書にあります。終わりの方に、書かれています。ゼカリア書の8章の1節から8節まで、次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこう仰せられる。再びエルサレムの広場に、エルサレムの広場には老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は、広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこう仰せられる。もしこれが、その日、この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ。7節。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は、私の民の火の出る地と火のいる地から救い、彼らを連れ帰り、エルサレムの中に住まわせる。この時、彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。